剪定誘引を終えたラブロッシュの土替えをねしていきたいと思います。まあまあまあ大きい鉢へね植えてらっしゃる方もいるんで、そう結構毎年土替えしなきゃいけないのってね、あのちっちゃい鉢でも言われるんですけど、まあ根っこがどの程度まあ回ってるかっていうのがやっぱ一番そこが重要なので、これをまずはね抜いてみてどうなってるかですね。でバラバラって崩れて全然根が張ってないようだったらもう一回ね、もうそんなに土替えっていうことには実はいかなくてもいいんだけど、やっぱ根がびっしり張ってればやっぱ土替えというか根を切って今年一年根が張っていくスペースを作ってあげるっていうのがこの土替えの大きなポイント目的だと思って、それをね心得てやっていただくといいです。根をきれいに洗うんじゃないですよ、根を張るスペースを作ってあげる。さてこのラブロッシュね、どのぐらい伸びてるかな。取れにくい。お、やっぱりねしっかり根が埋まってますね、びっしりだね。あ、それはそうですよね、ルートプロテクターちゃんと仕込んであるから。これで夏の暑い日差しでね鉢が熱くなって根が焼けるっていうのを防いでるってことになりますよね。これほとんど根っこもプロテクターに入り込むということはあまりなくて、この隙間からね入ることあります。なんだけど隙間から入って鉢の間に行った根っこはちょっと焼けちゃうけど、こっちにいる根っこは助かる、まあそういうね、優れものです。うん、いい感じですね。まあこれだけ張ってるとやっぱりちょっと土をね変えてあげる、根の張っていくスペースを作ってあげないと根詰まりっていうことがねやっぱこう起こってしまうので変えていきましょう。でもしもっと大きくってとてもじゃないけどそんなにできないっていう人、ちょっとね根を崩す前に1個だけいいですかね、ちょっと戻します。大きすぎてどうしてもあの土替えがなかなか難しいっていう人、全部やっぱり外すのも難しいっていう人はこの上っ面だけ取り替えるのはあまり良くないんですけど、こういうね根を切る道具でね、大事なのは上の方だけじゃなくて結構深いところがね根を切ってあげて、で土を変える、まあこれがね結構新しい根が張るポイントにもなるんですけど、自分の根っこを取り除いてあげて、要は自分の根っこだらけになるとどうしてももうこれ以上増やせれないよってなっちゃうので、その根っこを、こう切り取って、休眠期だからね根を切っても大丈夫なので、多少太い根っこを切れても大丈夫なので根っこを取り除いてあげて、このスペースは新しい根が張っていくよというスペースを作ってあげる。あとこの周りも根はこう行ってから結構ぐるぐる回って鉢の外回りに結構行くので、こんな風にねあの外側を差し込んで切ってあげるだけでもここの根っこが切れるので、何もやらないよりはいいです。新しい根っこが伸びると上伸びてもいいよっていう指令が出るんでしょうね。そうするといい枝が出てくる。だから、太い枝が出た場合はおそらく太い根っこが、しっかりした根っこが下に降りたという証拠ですね。たまに全然いい枝が出てこなかったのに、ある日突然ビューンっていうのが出てきてわーって喜んで、あ、じゃああっち持ってこうと思うと、あれ？この鉢から下にいい根っこが降りたから、降りて伸びていいよっていう多分指令が出たから、じゃあ伸びようって伸びてきたっていうパターンがね結構あります。だから根っこがちゃんと伸びてくると上も伸びてくるよ。だからいい枝がいっぱい出てるっていうバラはおそらくいい根っこが下に出ましたよっていう、まあ証拠だというかね、しっかりといい根っこが出たんだなというふうに考えていただくのがまあまあ無難かなと思いますね。はい。
で今回はもう一回ねこの鉢にね植え直しをしたいと思います。もうね新しい鉢買ってやっぱりやるってことがねなかなか難しかったりするじゃないですか。でもうこれ以上ね大きくできないっていう人もね多分いらっしゃると思うので、鉢底石ゾーンも取れてますね。はい。で、あとこの上の、あ、ごめんなさい、鉢の表土っていうのは、まあ前年のね病害虫が残ったり草の種が結構ね残ったりということが考えられるので、一番ね表土はなしの方がいいかなと思いますね。この冬の間はね休眠してるので結構ガリガリしてもらっても大丈夫です。ですね、やっぱり落葉始まってから、新しい芽が吹き始めちゃう前に済まされるのがねおすすめですね。やっぱりこう芽が動いているってことは水を求めてるってことになるので、冬に向かって休眠に行くときはまだいいんですけど、やっぱ春これから芽吹いて水分もらうよ欲しいよっていう時にまあ、根っこ落としてしまうと水分吸えない、需要に対して供給できなくなっちゃうので、この芽がねぷくっとしてるっちゃまだいいんですけど、伸びてきて展開しようもんならちょっとねこの作業はもう若干諦めてもらった方がいいので、そうちょっとね根を崩したりするのは休眠期のうちにねやっていただくのがいいですね。こんな感じで周りで、あまりにも周りがちょっとね硬かったらまたこういう道具でねちょっと削ぎ落としてっていう感じになりますかね。いろんな道具ちょっと試してもらって皆さんがね使いやすい道具をねちょっと手に入れられるといいですかね。で今回アイアン刺したままやってますけど、まあやりにくい方は外してやってもらってもいいし、いやこの方がね後でしっかりと一体になってるんでねやりやすいっていうパターンもあるので、まあ皆さんがねやってやりやすい方で、一回ね土きれいに入れ直してしまうとね結構このオベリスクとかがうまく、まあ、安定しないでまっすぐ立たないっていうね声も聞いてるので、まあ、今回このやり方でねちょっとやってますけど、全然枝をばらしてそして枝だけにしてオベリスクとね離していただいて植え付けて、そしてオベリスクを据えてからやっていただいてもそれは構わないと思いますね。はい、こんな感じですね。本当ねよく張ってる根がね、はい、まあ目安としてはこの鉢に対してね、まあある程度こう隙間がもうこれでねかなり隙間ができているので、まあこれだけ土変えてあげればね十分いけるかなと思います。はい、でこれでね植え付けていきたいと思うんですけれども、で先ほど鉢底石ありましたね、でもうバラバラにこう入れてありましたけど、最近はこういう鉢底石、まあこれ定番ですよね、なんですけどこれそのまま入れると今みたいにこうやってね、まあ再利用しないよこのままもうねあのゴミとして出しちゃうよって方はいいんですけど、再利用したいって方はやっぱりちょっと分けるの大変になるので、まあこういうのを使われる場合は何かネットにね入れられるのがいいんですけれども、繰り返し何度でも使える鉢底石、最近はねこういうのがあるんですよ。もう最初にね袋に最初から入っているので、もうこういうのを袋に入れて使う、もうこれ買っちゃったよっていう人は袋に入れていただいてね、球根ネットでもこれを入れる袋も実は出てたりするんで、そういうのを使ってもらえばいいですし、あとはこれ本当にね丈夫で破れにくくって、で何度でも再利用できるんで、これこういうふうにねまた洗ってね使っていただくことができます。まあ今回はねこれをちょっと入れていきたいと思います。
基本的にはこの鉢底石の役割って お守りではなくて、ちゃんと水が出ていくように。で、日本のダオン鉢とか焼き鉢は割と、まあ、穴が1個であったりとかで、ちょっとあの、ね、足がついてはいるといえ、やっぱり水はけをさらに良くするために入れるといいですよってことでね、鉢底石使ってるんですね。で、テラコッタとか結構日本製じゃないものはよりこの底がフラットになっていて、で穴が地面とピタッとくっついて水抜けなくなっちゃうっていうことも考えられるんで、まあそういう意味でもこういうね、鉢底石を入れておかれると、まあゆくゆく安心ということになるので、まあ入れられるとねいいです。まあ特にテラコッタ焼き鉢使う方はもう絶対入れましょう。で、土はバラ専用土がいいですね。野菜の土とか草花の土とかいろいろあるんですけど、やっぱりこうバラ用にブレンドされた、保水力もあって排水性もいい、いろんなものがねブレンドされているものを選ばれるとまず間違いがないです。やっぱり、草花野菜というふうにね、ちょっと水持ちが良くなっていくので、水やり大好きな人はやっぱり草花の土とかだとちょっと水が多すぎるかな、なのでバラ用のね土を使っていただくといいです。まあありますからね、あのいろんなところに販売されているので。で、今回はもうちょっとね少し水を少し入れて湿らせてあります。本来はもうちょっと乾いてたりするんですけど、乾いていると根っこについた時にやっぱ根の水分を取ってしまう。ですぐに水をかければいいんだけれど、やっぱりなかなかいろいろ諸事情で全部植え替えてから水かけをしようとか、やってる最中に誰かに呼ばれたり電話がかかってきたりで、乾いた土に入れっぱなしを置いておくとやっぱり根に負担をかけてしまうので、ちょっと湿らせておくといいということでね、もうお水をかけてあります。で、まあなおかつちょっとね今ここにはフルボ酸を入れたお水を湿らせてあるので、まあ最初にね乾いているところに少しいい活力剤をね入れて湿らせておくと、なんかねすごい根の張りが良くなる気がします。まあ本格的にフルボ酸をね、まあ3月とかね芽吹いてきてからあの指導し始めてもらえればいいんですけど、この2月とか休眠期の真っ只中はそんなにね毎週やる必要なくって、植え付けの時1回ねちょっとやってあげるといいですよということでね、覚えておいてください。入れていきます。で、ちょっと入れてみて、あ、でもいい感じで、はい、こんな感じかな。で、あとはもう今回誘引してあるので、この上がまっすぐ立つようにね、あの植え付けていってもらうといいです。まあ、あとはこの、オベリスクがもしない場合は、どんな風に巻きつけるかなということをイメージしながら植え付けて、後でオベリスクをね仕立てていただいてもそれは構わないです。ね、これで。ね、ある程度もう形ができているので、はい、こんな感じですかね、はい、曲がってないですかね、大丈夫ですかね。まあちょっとね遠くからも確認しながら、OK だったら土をね順番に入れていきます。実は全部植え付けないでこの時点でちょっとお水をかけます。そうすると空洞になってしまうスペースをちょっと回避できることにもつながりますしね。で、ある程度もう引いたらまた足していきます。すべての作業がもう絶対マストってことはないんですけど、やっぱりやれる場合やれない場合いろんなことがね、あの皆さんの事情であると思いますが、まあ、一番重要なのは今年1年根が張っていくスペースを作ってあげるということがね本当に大事なので、それに伴ってね皆さんの自宅でやれる最善をね尽くしていただくといいです。足りないので追加します。まあそう、全部ねいい新しい土なんで問題はないんですけどね、見た目乾いてますよね。これでもねまだ
らしても意外とね乾いてるところがあるのと、あとそう下の方に水ってたまるので、意外とね下からちゃんと混ぜてあげないと水浸しになることもねあるので気をつけてくださいね。この株元ですね、はい、株元は僕基本的には本当は継ぎ目出したいんですけど、カミキリムシ問題があるので、できれば土で覆っちゃう、この太いところ覆っちゃうでもいいんですけど、今新しいいい資材があるので、マルチングチップ、わら専用マルチングチップっていうもので、下この表土を覆いながら、この株元もねちょっとカミキリに卵を産みつけられないように持ってあげるのが僕的にはすごくいい方法かなと思っています。太いとねどうしても、あここ幼虫が食べるご飯がいっぱいあるよというふうにね、カミキリムシが考えて、太いからこそ卵を見つけていくということになるので、太いつるバラですとかね、もう10年もの20年もののやっぱ太い古いバラがやられやすい。でベーサルシュート、細かい枝がいっぱい出るような、あの細かい、小さな品種だと意外とカミキリにやられにくかったりするんですね。細枝だと、まあ、幼虫食べるご飯少ないかなっていうふうにね、あの、まあ、成虫が考えるんでしょうね。一回これでね、水をいっぱいにして、一回この水が引いたらもう一回ぐらいねお水をかけてあげる方がいいかなと思います。はい、完成です。でもうこれで一応完成は完成なんですけど、もう一つね皆さんにしといていただくといいなと思うのが、このマルチング、しかもバラ専用マルチングチップ、これを使っていただくのがすごくおすすめで、見てこの粒結構細かいんですよ。でインテリアバークって呼ばれるね、あの観葉植物によく入っているバークよりも非常に細かくて、見た目がねすごくいいんですよね。でこのバラ専用マルチングチップのいいところは、まあ細かいので水の通りもね割と、まあ水持ちもいいし水の通りもいいし、この土だけだとどうしても、まあ、固まってね、ここの表面から水が入りにくくなってしまうので、これがあることによって意外とこのチップ上が乾いてるようでも結構保水力があるんで、この下の土との接地面が濡れてるんですよね。で濡れてることによって、まあ土が乾かないから水をかけた時にちゃんと入ってくれる、まあ、そういう形状をね状態を保ってくれる役割もこのチップがしてくれるので、まあこれはねちゃんと上にねマルチングしておいた方がいいかなと思います。であとはちょっとね途中でもお話ししたんですけど、この株元ちょっとだけね少し高くしてあげて、カミキリムシがまあ土でもいいんですけど、まあ、土よりもこの方がねなんとなく雰囲気もいいので、カミキリムシがちょっと太いところでね卵を産みづらいようにね、あのマルチングで少し盛り上げておいていただくのもカミキリ対策としてはねありかなと思います。まあ草押さえにもなるし、草が生えた時も抜きやすいので、まあすごく薄めではなくて、まあちょっと厚めにね巻いておいていただくのがおすすめかな。であと肥料これやれないじゃんっていう人いるんですけど、いやいややれます。上からパラパラって撒いても上からお水撒きますよね。だからそれで染み込んでいきますし、どうしても気になる方は一回マルチングをちょっとどけて肥料を置いて、そしてまたマルチング被してもらえばいいです。めんどくさいと思った方いるでしょう。だからそういう人はパラパラっと撒いても大丈夫ですよっていうところで、あと、そしたら土の表面が乾いたらっていう水やりわかんないじゃないですか。表面が濡れてるかどうかがわかんない。そう、土の表面が乾いているかどうかという水やりはちょっとこれからそういう水やりじゃなくって、ちゃんとこのバラが水を欲しがってるかどうか、あとは避けてみて中の土が
ちゃんと湿ってるかどうか確認してもらった方が間違いないですね。意外とね、大きな鉢にちっちゃな苗を植えていると風で結構表面が乾いてしまうから、あ、乾いてるからあげなきゃってあげちゃって下水になってしまう、水が多すぎて、そしてお水はあるんだけど空気の層がちょっと少なくって根が張りづらいっていう状況を作ってしまうことが結構あるんですね。なので皆さんそうならないように水やりね、しすぎないようにするためにも、表面が乾いたらではなくってこの鉢の土の中の状態どうなってるかを確認して、バラとかね植物の状態も見てあげるといいです。はい、まあこれでね、本当に完成となります。まあ、あとは肥料はね、まあ植え付けた、そうですね、2、3週間後ぐらい、1ヶ月い、まあ、ぐらいの間に、まあ置き肥してもらえばいいかなと思います。鉢の場合はね、上に置いてもらって水かけてもらうとやっぱり下にちゃんとね回っていくので、まあ、地植えの場合はね、また地植えの、やり方があるんですけども、鉢植えの場合は置き肥でも十分間に合いますから、置き肥でやってみてください。土はすべての力、花子。